鶴瓶さん、なんか噂だとツイッターをされてるそうじゃないですか。どうす、結構最近ね、結構つぶやいてるんですよ。そうね、びっくりするけどね、この間病院でね、点滴こう受けながらさ、点滴受けながら、30、40分ぐらい点滴してるわけね。でぼーっと寝てるだけや。で暇だなと思って、あっと思って携帯取り出して、右手でガーッと「今点滴中です」とかさね、書いて、でまあ実は今日ね、もう一つ嬉しいことがあって、私の留守宅に、虎ノ門病院先生からね、連絡があって、先週僕喉とそれから食道と内視鏡で生検してがんかどうかって調べてたわけ。そしたら先生から連絡があって、一切がんとは関係ありませんと、ね、単なる炎症の変による変化だという電話があったという、僕は女房から聞いてたので、それもちょっとこう打ち込んだりしてね。そしたらね、もうあっという間にこの日本、一日に日本つぶやいたわけね。そしたらね、本当にね、もう最初のやつはもう10分ぐらいでね、もう20通か30通ぐらいダーッと返事が返ってくるわけね。知らない人から。いや、知らない人ですよ、全然。で僕はもともと去年の参議院選の時の報道ステーションの要請で、選挙ステーションの要請で、選挙ステーションナウみたいな感じでやってくれって言われて、選挙の時にそのツイッターを始めたんですよ。そしたらまあやっぱり反応がすごいんですよね。でまあ僕が見てるとね、とんでもない反応ってやっぱり一本や二本あるのね。本当にもうむちゃくちゃなのあるんですよ。ちょっとなんか僕に対するおそらく偏見みたいなのがあってね、ごくね稀にそういう非常にヒステリックなツイッターもあるけど、ほとんどはやっぱりちゃんと真面目な話をちゃんとしてくるが多いんでね。これから僕はまあ、これも一つの発信かなと、ニュースのね。だから僕の本当140文字だからね、あんまり長々と意見を述べるわけじゃないんだけど、一言こうだっていうのをね、まあ発信していこうかなと。簡単だからね、あれは。最近ツイッターだとかそのブログだとかそういうのでニュースになってるじゃないですか、うん、やっぱ実際やってみないとわからない。わ、やってみないとわからないんでやってるんですよね。最近のマイブームといいますか、ハマっていることはツイッター。ツイッターにちょっとね、ここ数日前からそう点滴しながらこれやった時から始まりましたね、もうツイッターはあれなんですか、パソコンじゃなくて携帯電話で。携帯です。皆さんも始めてみたらいかがですかね。